2018年10月より放送開始の TV アニメ青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ないの追加キャストが発表。キャストコメントとキャラクターボイス入りの PV も合わせて公開となった。青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ないはシリーズ累計180万部突破の人気作、桜草のペットな彼女でタッグを組んだ鴨志田一さんと人気イラストレーター溝口啓二さんによるライトノベル。思春期にだけ起こる不思議な現象、思春期症候群に振り回される高校生の主人公あずさ川崎仁と個性的なヒロインたちとの物語を描いた青春ドラマだ。2018年4月までに第8巻が刊行されている。今回本作の追加キャストとして古賀智役に東山奈緒さんが決定。東山さんからコメントも到着しているので合わせてご紹介しよう。さらに本作のメインヒロインである桜島あさぎも CV 瀬戸まさみと古賀智恵 CV 東山奈緒のキャラクターボイス入りの PV も公開となっているので、こちらもぜひチェックしていただきたい。キャストコメント継承略古賀智恵 CV 東山奈緒。東山奈緒さんコメント、アニメ化おめでとうございます。青春豚野郎シリーズに初めて触れた時、とにかく次の展開が気になってしまうというのが印象的で、甘酸っぱい思春期ならではの気持ちと不思議な現象が巻き起こすミステリー要素が混ざり合う唯一無二なストーリーが見どころだと思います。アニメでどう描かれるのかを楽しみに。キャラクターボイス入り PV 作品情報。 TV アニメ青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ない。放送時期2018年10月予定。イントロダクション。思春期症候群、多感で不安定な思春期だけに起こると噂される不思議な、例えばそれはあずさ川崎仁の目の前に現れた野生のバニーガール。彼女の正体は高校の上級生にして活動休止中の女優桜島舞先輩だった。医学的な彼女の姿はなぜか周囲の人間の目には映らない。謎の解決に乗り出した崎仁はアサギヌと過ごす時間の中で彼女の秘める思いを知ってヘルプフリップ。次々と崎仁の周囲に現れる思春期症候群を抱えたヒロインたち、空と海が輝く街で心揺れる不思議な物語が始まる。桜草のペットな彼女コンビが描く思春期ファンタジー。ゲスト秋田川咲仁、石川かえに桜島あさぎぬ、瀬戸まさみ、秋田川かえで久保美香、古賀智恵、東山奈緒 C2018 鴨志田はじめ角川アスキーメディアワークさんを見たプロジェクト。今回本作の追加テストとして古賀智恵役に東山奈緒さんが決定。東山さんからコメントも到着しているので合わせてご紹介しよう。さらに本作のメインヒロインである桜島あさぎぬ CV 瀬戸まさみと古賀智恵 CV 東山奈緒のキャラクターボイス入りの PV も公開となっているので、こちらもぜひチェックしていただきたい。キャストコメント継承略古賀智恵 CV 東山奈緒。東山奈緒さんコメント、アニメ化おめでとうございます。青春豚野郎シリーズに初めて触れた時、とにかく次の展開が気になってしまうというのが印象的で、甘酸っぱい思春期ならではの気持ちと不思議な現象が巻き起こすミステリー要素が混ざり合う唯一無二なストーリーが見どころだと思います。アニメでどう描かれるのかを楽しみに。キャラクターボイス入り PV 作品情報。 TV アニメ青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ない。放送時期
2018年10月予定。イントロダクション、思春期症候群、多感で不安定な思春期だけに起こると噂される、不思議な。例えば、それは、あずさ川崎ふとしの目の前に現れた野生のバニーガール。彼女の正体は、高校の上級生にして活動休止中の女優、桜島舞先輩だった。魅惑的な彼女の姿は、なぜか周囲の人間の目には映らない。謎の解決に乗り出した崎ふとしは、朝犬と過ごす時間の中で、彼女の秘める思いを知ってヘリップ。次々と崎ふとしの周囲に現れる、思春期症候群を抱えたヒロインたち。空と海が輝く街で、心揺れる不思議な物語が始まる。桜ソウのペットな彼女コンビが描く思春期ファンタジー。キャスト、あずさ川崎ふとし、石川海人、桜島あさぎぬ、瀬戸まさみ、あずさ川楓、久保ゆりか、古賀智恵、東山奈緒、C2018、鴨志田はじめ、角川、アスキーメディアワークス、青豚プロジェクト。